質問です。50歳会社員女性、大吾さんおすすめの投資信託はこのを読み、積立投資を始めようと思ってます。おすすめ金額ありますか？始めるのは遅いでしょうかとかなんですが、いや遅くないんじゃないですか。別に投資ってね、年齢とかあとは何を目指すかってことにもよるんですけど、当たり前ですけど遅いかどうかっていうのは今この瞬間が人生で一番早いので、なんだろう、遅いってことは別にないと思うんですよ。ないと思うんですが、ただどういう風な人生設計をしたいかで考えた方がいいです。例えば50歳から積み立てようと思うと、まあね、定年退職するまであと15年ぐらいしかないわけじゃないですか。じゃあこの15年の間にどういうことをしたいのか、ってことを考えた方がいいと思うんで、やった方がいいと思うんだけど、でも例えばね、これ2つなんですよ。じゃあ50歳なんだけど、まあ、自分が全然金がねえっていう場合、ちょっとまあ一攫千金じゃないけど、老後の資金を投資を使って作りたいと思うんだったらリスクを取らなくちゃいけないし、逆にある程度貯金があって、まあ、ぼちぼちやっていけばいいかなって思ってる場合だったら積立投資をして、で老後の年金の足しにするみたいな感覚でやってもいいと思うんで、自分がどういう風な人生設計をするかによって変わってくるので、これおすすめ金額とかはありませんが、ないな、これあんまりな。ただ積立投資とかの場合はリスク極限まで少ないと思うので、あんまりリスクを取ってるような、投資信託じゃないんだったら、銀行口座みたいな、感覚で使ってみてもいいかもしれませんね。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それではバイバーイ。